メンバーはいつ、誰に倒されたのか。今回はナルトに登場する暁メンバーの死亡原因について解説していきます。絶はイレギュラーな存在なので今回は除外しております。なお、倒された順番での紹介となっておりますので、あらかじめご了承ください。まず最初に倒されたのはサソリです。あれ、被弾じゃないんですね。時系列的にはサソリが最初になっていますね。結論を言っちゃうと、ガーラ奪還のためアジトへと侵入してきたサクラとチヨバーに倒されています。100体の武術を使い二人を追い詰め、サソリが優勢に思われた戦いでしたが、チヨバーが操ったサソリの両親の武術を見たとき、一瞬動揺をして攻撃の手を鈍らせる痛恨のミス。その隙を見逃さなかったサクラとチヨバーの猛撃に遭い、最後は体の唯一の弱点である左胸の生身のパーツにある核を刺され死亡しました。最後に自分自身を愚物になれなかった人間と自嘲気味につぶやいていたのが印象に残ってますね。サソリは結構強かったし暁でも中堅レベルはあったと思うから、この二人に倒されたのは残念でした。ま、チヨバーがメタキャラだったってことですよ。二番目に倒されたのは被弾です。出ました暁最弱候補の人。邪神教の人体実験を繰り返したことで、不死身の肉体を手にしている被弾。そのため、心臓を刺されようが首を落とされようが死ぬことはないのがチート的なキャラとなっています。しかし、ニビの封印の終了後に再編成された第10班と遭遇した被弾は、鹿丸の影真似の術により、連携して戦っている格図から引き離されてしまいます。鹿丸を邪魔と思ったのか、呪術師氷結で倒そうとしますが失敗。最後は結局鹿丸の策にはまり、バラバラに爆破されて穴の中へ生き埋め状態に。でも不死身だから死なないんじゃ？そう思われていたんですが、ナルトのファンブックで岸本先生が、さすがに栄養取らないと死んじゃうし、そろそろ腐ってるねと明言しています。岸影先生がそう言うならもう生きてないですね。3番目に倒されたキャラは格図です。被弾格図コンビは退場早かったですね。格図はジオングの能力により、より強い忍びの心臓を生きたまま抜き取っていて、背中に宿している仮面の化け物4体を出現させ、自身の分身のように操ります。そのため、合計5つの心臓を持っていて、どれか1つでも残っていれば補充することができ、心臓を補充し続ければ死ぬことはないというのが格図の特徴です。格図は本来強いと思うんですが、岸本先生にやられ役として用意されたキャラなのが残念。格図は結論から言うと、ほぼナルトに倒されたと言っても過言ではありません。被弾と共に第10班と戦っていましたが、戦術した通り鹿丸によって引き離されます。ですが格図は被弾と違って一人でも強いので、第10班を倒す寸前まで追い詰めることに成功。ジオングは本当に強いからね。一応鹿丸とカカシによって心臓が2つ潰されてしまいますが、まだ3つもあるので余裕しゃくしゃく。しかし、その後現れた第7班の増援部隊によって、ナルトと戦うことになります。ナルトはここで真術の封筒螺旋手裏剣を格図に放ち、心臓が2つ潰されます。そして最後のとどめはカカシの雷切りで、残った心臓が潰されて死亡しました。ここはナルト来なかったら多分負けてたね。真術の当て馬のようにされた格図はちょっと気の毒に思いますね。4番目に倒されたキャラはデイダラです。爆発は芸術の人ですね。デイダラを倒したのはサスケ。デイダラはオロチマルがサスケに殺されたことを知って、サスケ暗殺に乗り出します。そこでサスケと遭遇し交戦し、幻術も破って C4 も食らわせたので倒したと思われましたが、サスケは C4 を無効化して生存します。これってどうして無効になったんですか？ C4 はドトンの性質を持ってる術ですが、サスケのライトン系の術には相性が悪いんですよね。なので不発したって形になってます。なるほど、性質変化の設定が生きてますね。その後、自身の身体に起爆粘土を取り込むことで自分を強力な爆弾とし、サスケを道連れにしようとしますが、サスケは一足早くマンダを口寄せしていたので、時空間忍術を使い爆発を逃れることができ、デイダラだけが自爆して死亡するという最後はちょっとあっけない倒され方をしました。サソリもでしたけど、暁って相性の悪い相手に戦いを挑む制約でもあったんですか？と疑ってしまう倒され方が多いですね。5番目ウチハイたち。思ったより早い段階で倒されていたんですね。倒されたというか、倒すように仕向けたというか、イタチはいろいろと事情がややこしいですよね。一
父の富岳を首謀者として里へのクーデターを企てていた一族へ粛清するために一族を全滅に追いやり、里を抜けて暁へと入ったイタチ。真実を話さずに一族を全滅に追いやった敵とサスケに認識をさせ、彼の復讐の対象となったイタチですが、この時すでに病に侵されています。そして、ウチハの聖地でサスケに倒される時は、薬でギリギリ延命をしている状況でしたね。正直病に負けたって感じがするね。そんな状態でもサスケと戦いを続け、永遠の万華鏡シャリンガンを手にするために、サスケの目を奪うと言い放ち、サスケと戦いを続けます。もちろんサスケに葉っぱをかけるための方便ですけど、その戦いでツクヨミやアマテラスといった体に負担がかかる大技を使用してしまいますが、吐血しながらもサスケを追い詰めます。追い詰められても足も出せない状態のサスケに許せサスケ、これで最後だと言い残し、サスケの目にアマテラスを仕込み死亡してしまいます。病がなかったら普通に勝ってたでしょうね。弟に倒されるために存命していただけってのもあるし、イタチは運命に殺された不遇なキャラだと思います。6番目は、ペインとなります。まあ長門ですよね。ペイン陸道全員を用いて木の葉を襲撃し、ナルトと戦って倒されたキャラクターです。倒された経緯はこんな感じです。リンネガンによる天道の術を駆使してナルトを圧倒しますが、最終的にはナルトにより天道も倒され、ペイン陸道は全滅。そしてチャクラ受信機から長門自身の居場所を逆探知されてしまい、ナルトに居場所を知られてしまいます。長門はそこで自分の過去を話しますが、ナルトが自分たちを殺さずに、ジライアの教えを貫き通すことを宣言したことによって、自分が捨てた志を思い出し、ナルトにこれからの全てをかけることを決意、ナルトとの戦いで極限まで消耗していた長門でしたが、その状態で下道輪廻転生の術を使い、この葉の里の犠牲者を生き返らせたことで体に負担をかけすぎた結果、力尽きて死亡しました。7番目、もう物語もだいぶ終盤に入りますね。そのタイミングで倒されたのは星垣キサメ。イタチとペアだったチャクラ量がヤバい人ですね。結論を言うと、キサメは街頭の戦闘に敗れます。忍連合の情報を得るためにスパイ活動をしていたキサメですが、その時に街頭交戦になります。スイトンを駆使し街から逃げようとしますが、街の禁術、ヒルドラであえなく拘束されることに。そしてこの葉の青葉の精神侵入によって、トビの素顔に関する記憶を読まれそうになった時に、下を神精神侵入を跳ねのけて拘束から自力で脱出。その後、口寄せしたサメに自分を食い殺させ自殺し、情報を守る忍びらしい最後を遂げました。キサメは相手が悪かったですよね。サメ肌の意味がない体術使いの害ってのもありましたし、それにしても最後の最後まで情報を守るために自害とか、キサメは珍しく忍びらしい散り方をしたキャラですよね。8番目、もうこの時点で暁メンバーは2人のみ。このタイミングで倒されたのはコナンです。長門のリンネガンを回収に来たトビと戦いになり、ここで負けてしまいます。コナンはトビが使う時空間忍術、カムイへの対策として約10分間にわたって爆発し続ける6000億の起爆札を用いた、神の神社の術を準備していたのですが、トビにイザナギを使われ無効化されてしまいます。その後トビに背後から刀で刺され、コナンは致命傷を負うことに、最後にトビへと逆襲をしようとしますが、術を発動する寸前で妨害された上に幻術をかけられ、ヤヒコと長門の遺体の場所を吐かされ、抵抗虚しくトビに倒されてしまいました。この時点でイザナギをトビが使えなければ、確実にコナンは勝っていましたね。目を一つ犠牲にするだけで幻術をなかったことにできるのはさすがに強すぎますよ。それよりも私はどうやって6000億枚の起爆札を用意したのかが気になります。暁メンバーで最後まで残ったのはトビ、いわゆるオビトですね。オビトは純ラスボスの立ち位置でしたよね。どんな倒され方をしたんでしたっけ？クロゼツから自我を取り戻した後に、ナルトたちと一緒にカグヤと戦うオビトでしたが、カグヤがサスケとナルトに放った技を身代わりで受けて死亡しました。この時カカシにもう一つのシャリンガンを渡して、カカシは両目万華鏡シャリンガンとなり、一時期トップクラスに強い立ち位置になりましたね。ほんの一瞬ですけどね。今回はナルトに登場する暁メンバーの死亡理由についてまとめてきました。サソリ、デイダラ、キサメは相手が悪かったの一言です。彼らにとって一番対戦したくない相手との戦いばかりで、結構気の毒だなとは思います。相性関係なく完全に実力で負けたのは、被弾、
格図、強いて言うならコナンくらいでしょうか。コナンはイザナギを使わなきゃいけなかったってこともあるし、多分一度オビトを倒してはいると思うんですよね。まあイザナギがチートすぎてかわいそうの一言です。それにしても暁メンバーって読者から結構人気ありますよね。終盤まで格を保ち続けましたし、敵組織としてはかなり優秀な立ち回りをしていましたね。あとは地味にキャラデザも好きですね。全員がキャラ立ちしてるってところも含めて。それでは今回の動画はここまでとなります。このチャンネルではナルトやボルトの解説を行っています。ナルトという作品が好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。